病院行ったよ。ママがまた新しい浴衣を作りました。僕たちの名前入りです。いつものお散歩道を歩きます。今日は涼しかったので早めに出ました。僕のアップです。どうですか、使いますかね。この時点で僕たちはいつものお散歩だと思っていました。 D ちゃんはうん、ピッシュ、どこら行くでと張り切っていますし、僕もいっぱい遊ぶですと思っていました。でも今日はどこらには行きません。動物病院に来ました。とはいえいつもよしよししてくれる先生たちがいるので全く動じていませんよ。実は D ちゃん一時期良くなっていたのですが、前足が痒くてガジガジ舐めています。あまりやりすぎると皮膚が荒れてしまってかわいそうなのでと、パパが早めに病院に連れてきました。うっすらと肉球の間が赤くなって軽く炎症を起こしているそうです。先生にお薬を出してもらいました。兄ちゃん、あんまり舐めちゃダメなんだって。お家に帰ってお薬の準備です。脱脂麺を4杯出してそこにお薬を浸します。この赤いのがお薬だそうです。これは濃いめの消毒液です。使う前にシリンジを使って水で5倍に希釈します。多少気泡が入っても大丈夫です。これを先ほどの脱脂麺に染み込ませるです。パパはおそらく散歩中に何かアレルギー反応を起こすものに触れてしまっているんじゃないかと言っていました。抗アレルギー剤ではなくて消毒液で良くなるケースがあるそうです。お薬はお高いですし、僕らは小さな体なのでお薬だといろいろと負担が大きいそうです。パパのお膝の上でおとなしくしている兄ちゃん、お薬を塗ってもらう間とってもいい子だったようです。僕も抱っこしてほしいです。兄ちゃん、かゆいの収まるといいね。肉球の間や指の間も丁寧に拭かれています。兄ちゃん、拭いたところは食べちゃいけないだよ。後ろ足も丁寧に拭かれています。僕も拭かれるです。僕はいいですか。僕は大丈夫です。なんとまあ無防備な兄ちゃんの姿。僕はその間一人で激しく遊んでいましたよ。しばらく毎日お薬を塗って様子を見るそうです。兄ちゃん、買い替え治るといいで。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。今日のナレーションはピースでした。